います。私は、スマホゲームで鳥を駆除してます。動画のつかみとしては終わりすぎてる。やりたいことって人によって様々。だから私は鳥を一網打尽にするという夢をこのゲームで実現しています。令和に持っていいタイプの夢ではない。今の時代子供がなりたい職業のランキングで上位を占めるのは YouTuber やニコ生主で。会社は聞いたことないんだけど。私が子供の頃だったらなりたい職業の1位は冒険家だったのに、ね。AI にデータ取ったらこんな結果になるの。ちなみに2位が狩人、3位が釣り人でした。縄文時代の話かな。ということでスマホ MMORPG の最新作であるアーサーの伝説で冒険していきます。2023年3月21日にリリース予定の本作は、戦闘や釣り、ファッションなど、様々なことがこのゲーム一つで楽しめる新感覚のオンライン RPG だよ。実際に私は動植物を刈り取って楽しんでます。遊び方に歪みが見える。結晶だから殺生も OK。結晶よな。心がすさみそうだったのでメインストーリーを進めていきます。今から何をやっても遅そう。本作は厄災をめぐる膨大なストーリーが準備されていて、ゲームを遊びながら物語を追体験できるよ。ということで目的地に到着。ここは港町で凶悪なモンスターに時間を止められています。仕事時間が止まっていたのに解決せずに動物飼ってたのか。時間が止められてんでしょ。だったら後回しにしても大丈夫。凶悪なモンスターこいつだろ。とりあえず動きを止められている人たちを確認。どうやら人間だけじゃなくて町の中にいた動物も止められているみたい。とここで敵が出てきたな。こいつらが住民に代わって町を牛耳っているモンスターか。町を奪うならちゃんと住民の移動したんだよね。そんな手続きを踏んでたら逆に好感度上がる。よし、ボス討伐完了。今のは普通の雑魚敵だったみたいですよ。私にとっては手強い敵だったのでボスです。こいつが雑魚なだけじゃねえか。ここで驚くべき情報が、一緒に来ていたはずのエイレンさんとはぐれちゃったみたい。敵中の町ではぐれたのは危ないな。すぐに合流した方が良さそうだ。ということで広場の方を捜索してみます。街全体が重々しい雰囲気に包まれてるね。早く敵から解放してあげないと。可及的速やかに。絶対早く解放されないやつ。さっきの幽霊みたいなモンスターがかなりいるね。戦闘は回避して捜索に集中するべきだな。イエスマム。そしてここで捜査を間違え馬から降りてしまう。不安になってきた。でも他の仲間の報告によるとはぐれたエイレンさんはすぐそこにいるみたい。あ、ほんとだ。どうやらモンスターの相当をしていたみたいだな。特段先行はグンキー班だ。急に本軍出身の方ですか。あっても余裕じゃん。なんだ、私が来なくても大丈夫そうだね。こっからボスが出てきてますよ。私が行かなくても大丈夫そうだね。いいから早いけ。はい、よっしゃ、ついにボス戦だ。全力を出して最悪を生み出す敵を討伐するよ。こう見ると戦闘が非常に派手でかっこいいな。でしょでしょ。滑らかでダイナミックな戦闘シーンもアーサーの伝説の魅力。食料は近接戦に特化したオリアーなので被弾を覚悟しながら肉弾戦に挑みます。よし、敵の体力は半分切った。こちらも体力が結構削られているが、いや、このまま押し切るよ。これでとどめだ。食らい上がれ。やったか。本当に倒したっぽいのにフラグ立てないで。おー、かっこいいムービーカット。仲間も加勢してくれてるね。地獄に行ったら私の活躍を宣伝しておけよ。いや、仲間を集めてるしボスが体力を回復しそうだぞ。じゃあ代わりに私が地獄であなたの強さを宣伝しておきますね。もう自分が負ける前提なんだ。減り下り方がすごい。ボスが回復する直前だ。今すぐ奴に最後のとどめを刺した方がいい。なるほどね。それじゃあ一挙決めちゃいますか。行くぞ。これで本当の本当の終わりだ。とや、無事に討伐できたみたいだな。疲れました。これにて討伐です。二三コピペが決め台詞なの嫌すぎるな。よし、これで町に平穏が戻った。住民の生活もまた平和になっただろう。町の暗さはデフォなのに。嫌なことしか言わないやつ。まあでも町が安全になったらそれでいいです。話を聞くところどうやらこの町マフィアがたむろしてるらしいです。デフォでヤバいところじゃん。なんか目の前で子供から場所代を取ってますね。生々しい設定。誰の許可取ってここでカツアゲしとんじゃわれ。お前も片身の人間じゃねえのかよ。子供のためだ。こいつらを懲らしめてやろう。だけど相手は人間だ。さすがに殺したりはするなよ。手加減ぐらい私もわきまえてるさ。よし、行くぞ。必殺技発動。必殺すな。我ボスを倒した人間ぞ。最強ぞ。共同しちゃったの。ということで討伐成功。骨は残しました。俺殺した時に言うセリフだから。その後も懲りずにマフィアが襲ってきたので迎撃してます。ははは、人間ごときが歯向かえると思うなよ。人間やめちゃってんのね。こいつらを討伐して町に明かりを取り戻すんだ。そこに因果関係はない。スキルを使って敵を一網打尽。よし、引き下がったね。ちなみにマフィアのドンは仲間の友人でした。すっごい複雑な関係。それを知らずに構成員骨にしちゃった。一生消えない溝ができてそう。まあどうであれこの町の治安は保たれたね。残ったマフィアとは和解して場所代は取らないことになりました。根本的な解決になってなくて泣ける。メインクエストも一段落したので一度都市に帰還しました。ここがクエストを受けたりアイテムを購入したりする町か。そうだね。町の名前はキャメロットっていうよ。人参街っていう意味かな。それはキャロット。じゃあ30年戦争を描いた戦争の参加という作品で有名な画家かな。それはジャックカロだな。急に白色。こんな感じに作り込まれた町の外見も本作の魅力。今回は先行プレイだから他のプレイヤーは少ないけど、実際には何十人というプレイヤーがここをごった返すと思うよ。実際に町の人と話すとメインクエストの裏話やサブクエストの受注ができます。こういうのも RPG の楽しみだな。本作は無料スマホゲームながらとにかく色々なことができるのが特徴。こんな感じに荘厳な城の周囲を飛び回ったり細かくキャラメイクしてみた
たり、飛ぶ時のウィングも自由に選べるんだね。それだけじゃないよ、キャラクターの衣装も本当に個性豊かで、ガラッと雰囲気を変更することも簡単。ちょっと現代風ファッションにしてみました。この服装はちょっと視聴者さんには刺激が強すぎるかな。視聴者さんの中心層何歳だと思ってんだ。そして顔も自由自在に変更可能。自分の理想の美少女美男子を作れるので、ゲームの没入感も爆上がりです。ちなみに今は私の顔を完全再現して作りました。お前の顔を完全再現するなら選択できる種族にドワーフとかいないと無理だろ。選べない誹謗中傷飛んできた。髪質や目の大きさなど非常に細かくキャラメイクができるので、好きなキャラを作ってゲームを遊ぼうね。他にも乗り物に使う生き物を変更できたり、今回は黒い馬を選択してみました。かっこいいな。また戦闘に協力してくれる使い魔も変更できます。お前らしいキャラメイクできたんだな。いや、後ろに立ってるの私じゃないから。他にも様々な仲間の編成を思うがままに作れるのも本作の強みだね。自分の好きなキャラで舞台を編成できるわけだな。最後に本作のダンジョンにて、もう一度アーサーの伝説の華麗な戦闘をお見せしていこうと思うよ。ということで、レベル40のマッドレオーネの討伐開始。本作には大きく分けて3つの職業があって、体験を扱うウォリアー、弓の使い手レンジャー、そして魔法使いであるメイジだね。その通りだな。ウォリアーは近接特化、レンジャーは遠距離特化、そしてメイジは明治天皇に由来してるね。真面目に話してた分信じられない予想つく人。メイジは魔法を扱えるんですよね。そうとも言うね。そうとしか言わないです。戦闘は人力でできるけど、不慣れならオートモード機能が推奨だよ。自動戦闘に合わせて自分の手でスキルを選ぶと、かなり連続したコンボを叩き出せるね。ダンジョンのボスはどんどん倒していくと、それに応じてパワーが増大していって、最後に極限状態になるよ。ここでもう一度ボスを討伐すれば我々の勝利だな。敵の攻撃が来る。ここは緊急回避だ。普通に間に合ってなさすぎて怖い。私はボスという敵とは別に、老いという敵とも戦っているから、勝手に戦ってろ。よっしゃ、これでとどめだ。ついに討伐できたか。これで戦闘に勝利。これで経験値をがっぽり獲得できたね。それにこれだけお金がもらえれば運河も整備できて民も喜ぶだろう。古代中国の名君みたいな考え。ということで本日の動画はここまで。広大な世界をマルチプレイで冒険できるだけではなく、釣りをしたり植物を採集したり、エモートを通して仲間とのコミュニケーションを楽しんだりと、アーサーの伝説はできることが盛りだくさんな次世代のオンライン MMORPG となっているよ。本作は基本無料だから、気になったらぜひとも概要欄からダウンロードして遊んでみてくれ。一緒に世界の果てまで探検しましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。